デビッド・マレットはアメリカ合衆国のシンガーソングライターで特にフォークスタンダードとされるガーデンソングの作者として知られている。マレットはそのキャリアのほとんどにおいて独立レコードレーベルで録音を重ねている。これまでの生涯のほとんどをメイン州で過ごしていたマレットは1980年代にテネシー州ナッシュビルに移住しフォークとブルースのレーベルであるバンガードレコードから アルバムを2枚出した。その後またメインーに戻った彼は自身のレーベルであるノースロードレコードを作った。マレットの作った歌は150人以上のアーティストたちによって歌われており、その中にはピート・シーガー、アリソン・クラウス、ジョン・デンバーン、アー・ロガスリー、エミル・ハリス、ピーター・ポールマリー、ボック、トリケット、ミューア、リアム・クランシーラが含まれている。 ガーデンソングはマペッツによる吹き込みもある。マレットは20代前半にガーデンソングを書いた。メインシューセベックの農場で父の演芸を手伝いながらよくラジオを聴いていた。頭の中には音楽があり、手は仕事をしていた時に冒頭の歌詞を着想したという。マレットは庭を歩きながらこの曲をハミングした。翌日、彼は友人の家で2番の歌詞を書いた。 それまで彼は2、3曲しか曲を作ったことはなかったが、マレットはこの曲が彼の人生を全く変えてしまった贈り物であったと述べている。この曲は、ジョン・デンバー、ピート・シーガー、ピーター・ポールマリーなどによって吹き込まれた。1997年には、この歌の歌詞をもとに、オラ・アイタンが絵を描いた絵本、ぐんぐんぐん緑の歌が出版され、1998年には、 ワーキアキコの翻訳による日本語版も刊行された。2014年、メイン大学はマレットに名誉学位を授与したが、この曲はその理由となったと考えられている。マレットは、バイオリニストのスーザン・ラムジー、ベーシストのマイケル・バードと共演し、音響をトム・ゴードンが務める形で、しばしば演奏を行っている。マレットは17枚のアルバムを発表しているが、 2007年のザ・フェーブル・トゥルーはヘンリー・デイビッド・ソローが晩年の1857年に出かけた最後の旅に基づいたものであり、オール・ライト・ナウは娘のモリーに捧げた曲、ビューティフルを含む曲集である。マレットは欧米各地の小さな町の公会堂やフォーククラブで演奏しているほか、ウルフトラップのバーンズやニューポートフォークフェスティバル、テレビ番組、 プレイリーホームコンパニオンにも出演した。番号デイリーニュース紙は最も記憶に残る20世紀のメイン州の人物58人の一人としてマレットを選んでいる。フォークワックス氏は読者投票による2003年の今年のアーティストにマレットを今年のアルバムに彼のアーティストに目を選んだ。マレットの息子たちウィルト・ルークはザ・マレット・ブラザーズ・バンドとして 演奏活動をしている。デビッド・マレットはこれまでに17枚のアルバムを発表している。ありがとうございます。